Asumi Sensei a été obligé de faire un voyage éclair en province. Tout juste le temps de préparer les questions sur les bruits.音に関しては、今、その拳銃の音で言えば、そのすごいこう全然実際の音とは違う、そのかなり迫力のある音を映画でつけてるんだけども、それがこう主流になってるから、実際のパンというあの実際の本当に聞いた音とは全然違うようになってるんだけれども、殴る時もやっぱりそれでかなり実際の音とは違うような気がするんだけどね。だけど、やっぱり手ぬぐいで石をくるんで殴るっていうのは、意外に頭の部分の頭蓋骨の音みたいな感じがあって、かえって結構好きな音。